皆様こんにちは。本日は野田宇太郎先生の生誕80周年を記念して開催されてきまして、今回で32回目を数える生誕祭となりました。昨年はコロナ禍の影響もありまして中止をせざるを得なかったのですが、今年は縮小ということでなんとか開催をすることができました。皆様方にご理解ご協力をいただきましたこと、まずはお礼を申し上げたいというふうに思います。全国からの検視につきましても、昨年中止しておりましたから今年はどうなのかと心配しておりましたが、全国から1487点というたくさんの素晴らしい作品を応募いただくことができました。野田先生の今年の企画展なんですけれども、新東京文学散歩刊行70周年という節目もございまして展示をさせていただいております。その展示の入り口のところにご紹介をしておりますのが、野田先生のまさに活動の心情であります木下沖太郎先生の言葉であります。過去は砂に回った未来であるという貴重な言葉が示されています。過去というのは過ぎ去ったものだけではなくて、私たちがこれから向かう未来に対する大事な道しるべであるという、このコロナ禍でさまざまな常識であったりとかいろんな価値観が揺らぐ中で、私たちは謙虚に野田先生の活動のように過去にもしっかりと見つめ直し向き合うことが、これからの難しい時代を未来を開く大きな光になるのではないかと改めて教えていただいた気がいたしております。今日は野田先生の愛する松崎で皆さんともにひととき野田先生のことを偲ぶ貴重な時間を共有したいというふうに思っています。最後になりましたけれども、皆様方のご健康そしてご活躍を記念申し上げまして、簡単ではございますがご挨拶とさせていただきます。本日はご参加誠にありがとうございました。6年、井出上桃。桜の木の下で本を読んだ。急にふわっと風が来て本の紙が100枚もめくれた。そう思ったらインク色の花びらが落ちてきた。桜の木の下で本を読んだ。透き通るような感動に浸っていると、本のしおりになるように桜の花びら落ちてきた。Thank you.
幼心に思い